大国の首脳がシャウトしようとも微笑まない世界、危険な亀裂が走るヨーロッパに小室哲哉はいた。フランス・パリを経由し、 TM ネットワーク思い出の地イギリス・ロンドンへと入った。強固だと信じてきた文明に裏切られようとしているヨーロッパ、そこでも小室哲哉は世界や時代の断片を撮影し続けた。家族、日常、子供たちの笑顔、そして小室哲哉がロンドンを訪れたのにはもう一つの大きな目的があった。思い出の地で思い出の女性との再会を果たすためだ。彼女の名はパギーラ。1988年から1989年にかけて行われたキャロルツアーでヒロインを演じたパギーラ・ダルストランド。彼女に会うため1万キロを旅してきた小室哲哉。彼との再会のためスウェーデンから駆けつけたパギーラ。2人は1時間も当時の思い出話に花を咲かせた。実は30周年プロジェクトを締めくくる最後のワンピースが彼女だった。小室哲哉は心の中で決めていたのではないだろうか。2013年7月埼玉スーパーアリーナでキャロルをよみがえらせた時、この日の光景を具体的に描いていたはずだ。これはもう絶対決定でしょ。で、うん、決定で。ツイッターで言って。ジャストもやる。ツイッターで言って。僕が決めたって。で、キャロルの中に、インストが、キャロルズテーマっていう、2っていうのは一応あるから、その匂いを出すために何かをするのかだけだよね。どんどん間に極力なら1曲ずつ入れていきたい。何か、映像なり小芝居なり。小芝居なりだよね、絶対。じゃないとただやりましたね。じゃあないよね、きっとね。なんだかんだこれがメインだもんね。そう、真実、今回のね。今回そうそうそう、一応前回の流れはありつつも、ここがメインだから、そこが本当のメイン、ここの見せ方だからね、やっぱり一番考えなきゃいけない。当たり前にこういうふうにいろんなこういうのが流れたりしてて、撮ってもらったりきっとしてると思うんだけど、まあね、いろんなこういうのがあって新作ですね。結構撮ってしまう。これ素晴らしい、本当に。どんな部位なんですか。スロー分かると、やばいっすよね、これ。もうロンドンブリッジこう色がついちゃったりしてて、完全に観光地になっちゃってる。色はなかったよね。うん、ないのに、もうめちゃくちゃド派手な、ただのなんか、そうね、東京タワーなんてもんじゃない、なんか、うん、これどこ、これこれグリニッジ天文台。小室さん夕日待ち2時間みたいな。リハーサルと並行し、国内でも新たなシーンの撮影が進められた。テレパシーを感じた瞬間にサングラス取ってっていう。ああ、分かりやすくていいかもしれないです。なんか良くない、そっちの方が、はい、はい、素敵です、ね。はい、
ャル2号3号に言ってるんですね。その順番を決めた分の長さ、尺を決めて、でその喋ってる分にうまく、その映像を載っけるのか、こっちで尺決めたところにこっちがその5つを載せるか、どっちがいい。映像ありきで前にそれで、ね、どっちが BGM っていうか BGM をやってるのか映像映画を作って分かんないようなそういう考えのショーなのねっていうことでいくと、1年頑張って地球回ってきたからさ、やっぱり使おうよ全部各国各地24ぐらいで1個ずつ動いてるのってできんの？一枚あの静止画じゃなくて動画で、動画が24個とかって動いてるのできるんですか？いやできるんです、技術的には。ただ時間がすぐかかるんで。すごい。それは We Love the Earth っていうことで地球が動いてる感はすごいあるよね、はい。まあ、首を絞めるようですけど9ミリも出たらかっこいいですよね。9ミリも出たらかっこいい。もちろん、全9ミリで3段とか、かっこいいね。これ、例えばこういうきっちりしたのがいいんですかね。例えば16、4×4 とか、5×5 とか。いや、それちょっと今、渡辺さんと会って相談しようと思ってるんですけど。あ、全然いいと思うよ。一個い枠と、ちっちゃい枠、大きい枠と、中くらいの枠とか、バラバラな。それは結構ふざけんなって感じだよね、今なんか。ふざけんなじゃないですけど、ね、僕は、ヒュージっていう意味では大きくしない、全部が均等な方がいいと思うんです、この格差の時代って言われてるところにみんなそれぞれが均等な方がいいと思う。ヒューマンで生きてほしい。約1年7ヶ月ぶりに TM ネットワークは埼玉スーパーアリーナへ戻ってきた。取んなくていいよ。しかも2ついてる。We are human. いい、大丈夫。OK です。速度感この感じでいって。
1988年春、アリーナツアーキスジャパンダンシングダイナミックスの最中だったはずだ。小室哲哉が宇都宮隆とキネナオトに打ち明ける。次は一人の少女を主人公にした物語をベースにアルバムもツアーも作りたいと。キャロル誕生の瞬間だ。それから27年、キャロルは本当の結末に向け加速した。